ビートたけしが芸人として売れ始めた頃、お小遣いをちょうだいよ。母親がたけしに会うたびにそう言って、金をせびるようになったそうだ。それまでは、子供の貧乏は親の責任、と言って、生活費を削って、たけしの教育費に充てるほど、教育熱心で優しかった母親。しかし、たけしが売れた途端変わってしまい、たけしは大きなショックを受けた。だがそれから数十年後、母親が入院した際、たけしは姉からあるものを渡された。そのあるものとは、 通帳。そしてそこには、これまでたけしが母親に渡したお金が全額入金されていた。実はお母さん、たけしがいつも給料を使い果たしてしまうことを心配しており、代わりに貯金をしていたのだ。母の大きな愛を感じたたけし。しかしそれから数年後、母親は亡くなってしまう。そして通夜の日、たけしは報道陣の前で、母ちゃんがいないと気が抜けちゃうね。と言って一目もはばからず号泣した。